彼らがこの地球に移り住んで十数年、反目する者もいれば共闘する者もいる。結婚して子供を産み、地球人とは見分けがつかない生活をしている。増殖は止まらない。そのために人口調節をする。これは国策だ。地球人の失策は我々で型をつけなければならない。君はそのためにいるのだから、溝口君。第二地球人、この研究論文よくできてるわね。人類は宇宙への開発とともに海上や海底の開拓を進めなければいけません。酸素のない宇宙や海底で新しい植物の結合は、様々な惑星で人間が生存するために必要な研究です。これは私の夢です。この第三コロニーカレッジは特に優秀な能力を持った地球人と異星人の混合教育機関です。時として、過激な実験を行うあなた方を第一線に出すなという意見もあるようですが、あなたの研究は私たち地球人にとってとても重要な。はい。はい、わかりました。すぐに行きます。この話の続きは後でしましょう。カレッジの駐車屋さん、加藤主任、これ何かわかる？今は子供でも簡単に起爆装置くらい作れる。私たちの能力ならね。そんな危ないもの。私たちの研究は確かに第二第三の地球を作り出す有用なプランかもしれない。でも本当の狙いは地球征服ではないかとも言われてる。どうして？開発には危険なことも勇気を持ってやらないと。私もソラの意見には賛成する。だから今日はお願いに来たの。ソラ、生命科学の学会にあなたを出席させたいんだけど。嬉しいです。でも私はあなたのように10歳で博士号が取れるような天才じゃないし。謙遜ね。だから私たちのような人間は嫌われるわけですね。ソラ、異星人管理局の曽我管理官です。あなたに不穏物質の疑いがかけられています。第二地球人は地球人と共同生活する上で、必要以上の特殊能力を使ってはならない規則は知っていますね。はい。でも、不穏物質って何ですか？理由を聞かせてください。あなたを交流しなければならないかもしれません。そんな、聞いてません。差別です。世界は彼女たちを受け入れたんだから今更。かもしれないと言っている。抗議します。地球人の中には私たちをよく思わない人たちもいます。国籍こそ日本ですが、遠い宇宙の果てからやってきた異星人には間違いありません。確かに地球にはおよそ500万の異星人が住んでいます。最初はわずか20体だったのに、驚異的な増殖率でね。でもちゃんとみんな、普通の地球人として働いています。そんな私たちがどうして？あなたが研究している案件は危険物研究として違反に値する。地球人の IQ の数十倍の能力を持つ第二地球人は、
地球人を支配できる力もあるため、脅威なのです。溝口教諭、彼女の管理次第では、あなたも法事罪に問われるかもしれませんよ。覚悟はしておくように。異星人は地球人に従うこと。今や異星人の犯罪も地球規模。政府も対策を迫られているのね。私をよく思わないのは異星人管理局ですよね。あなたが入学してすぐだった。管理局がカレンチに調査に来たの。入試でトップだったあなたが特殊能力を悪用したんじゃないかって疑いでね。そんなことはしません。規則には従っています。わかってる。しかし過激な論文や研究が目につくようだし。私どうすれば。そうね。でも私はあなたには自分の研究を頑張ってほしいと思ってる。立証されれば管理局にもきっと分かってもらえるはず。私はこれから第三コロニーを離れる。あとは任せたよ。承知いたしました。局長、急ぎませんと。ああ。プロフェッサー尾崎、これを見てください。溝口君、それは？コロニーの浮力システムルームに落ちていたそうです。調整室に誰かが侵入した形跡があります。それと私と何の関係が？誰かがコロニーに破壊工作をしようとしているんじゃ。バカな。そんなことは管理局に任せておけばよい。異星人管理局から最後通告が来た。カレッジに在校する研究生から危険因子を排除せよとのことだ。ターゲットは空を筆頭としたカレッジの研究生。優しそうな顔して考えていることは鬼ね。これまでにも数回に及ぶ過激な研究論文や実験を発表しています。このまま放っておくと我々地球人類にも不利益を及ぼす恐れありと認めます。賛成です。他にもリストアップされている生徒が20名ほど。そんなに？水溝口？あなたはやけに空をかばっているようですが。私は純粋に彼女を同じ地球人だという視点で。その空という生徒の研究に生命科学の加藤主任が加担しているそうですね。彼女も第二地球人、つまり異星人だそうですね。科学学会に空も出席するとか。すぐに察知すべきと思いますが。いや、もう少し空に対して、いや異星人に対して寛大になれませんか。あなた方の気持ちはよくわかるけど、彼女ももうこの星の人間なんです。カレッジの教師のすべては地球人が従事していることはご周知ですね。あなたは本当にそれでも地球人ですか。私にまで疑いをかけるつもりですか。あなたの身内にも異星人がいますね。はい、義理の兄がアメリカにいます。姉の結婚相手が海兵隊で、で実は彼も第二地球人です。やがて姉には子供ができましたが、異星人による犯罪に巻き込まれ、ある日家族全員殺された。異星人を憎いと思ったこともありましたが、今は違います。すべての異星人に問題があるとは思いません。しかし一部には野放しできない生徒もいます。空ですか？私はこの地球に住む人類は、皆地球人だと思ってる。
地球人を地球の独裁者だと信じている彼らは地球人の敵なんです。そんな。溝口教諭、あなたに空の処置を命令します。先生、何かご用ですか？ソラ、あなたに言っておきたかったことがある。統計上は、表向き500万人という異星人が、この地球のあらゆる国々に移住していることになっている。知ってるよね？でも本当は、30億という。さもすれば、国が2つ3つできるほどの人口がいることが分かった。世界はこれ以上異星人が増え続けることを恐れて、地球外生命体の排除、否、人口調整を計画している。平和的共存の神話は崩れ、犯罪も増え、このままだと異星人と地球人で内乱の起こる可能性を危惧してきた。何が言いたいんですか？だから人知れず消していくしかないわけだ。内乱が回避できないのであれば、武力をもって君たちを排除するしかないんだ。それが地球政府が出した答えだ。なんだ痛くもしゃくよ。浮力推進抑制システムに異常、バラスト過剰供給中。時間は爆発臨界まで1時間です。第3コロニー緊急事態発令。非常区域は第1居住区、第3カレッジの真下です。居住区の A 弁当を封鎖。弁当不能。このままだと爆発、コロニーは沈没します。我々も脱出を。レッドサインです。もう間に合いません。ここを捨てよう。しかしまだ人が。上からの命令だ。やむを得。何かわかる？今は子供でも簡単に起爆装置くらい作れる。私たちの能力ならね。爆弾を仕掛けたのは私。先生、どういうことですか？私は危険分子とされる異星人を処刑する管理局の専任捜査官。あなたを手にかけることができなかった。先生、私は死にたくない。なぜ私までや。そうでなくても世界のどこかで地球人と異星人はいがみ合ってる。私が教師として潜入したのもそれをなくしたいがため。なのに、なのに。私の娘なの。あなたをこんな目に遭わせたくなかった。許して。私のお母さん。先生、いや、お母さんが十字架を背負う必要はない。所詮異星人との共存なんて不可能だったのよ。お母さん。地球人は地球の独裁者じゃない。